ちらし寿司バー銀車輪。へえ、いらっしゃいいらっしゃい。食いねえ食いねえ、寿司食いねえ。この声は。てやねえ、寿司食いねえ。ごとんです、どすこい。何やってんだあいつ。まずい。今週初めてのお客さんだ。どうぞどうぞ。鈴木です。桐生さんじゃないですか。もう急にいなくなったから、どこかで野垂れ死んでるのかと思いましたよ。まさかこんなとこで再会できるとは。っていうか、どうしてこの店が分かる。あ、いや、小雪に聞いてな。なるほど。さあどうぞどうぞ、食いねえ食いねえ。本当にお久しぶりです、桐生さん。15、6年ぶりですかね。もうそんなになるか。時の流れは早いな。伝説のキャバ嬢がチラシ寿司屋に。びっくりしましたか。さすがに驚いた。いや、小さくてもいいから自分で飲食店を開きたいな。でも私、得意料理ってチラシ寿司ぐらいなので。どうせなら自分の得意なフィールドで勝負した方がいい。なるほどな。いいんじゃねえか。自分で一生懸命稼いだ金で。言って、店はどうなんだ、儲かってんのか。それが全然。ちらし寿司の味には自信があるんですけどね、ちらし寿司とお酒が合わないのかな。どうだろうな。だが、お前伝説のキャバ嬢だったんだろう。いや、それも手としてはわかるんですけどね、なんか主義じゃないと言いますか。ほう。だって私目当てのお客さんで店が埋まったら、ちらし寿司がかわいそうじゃないですか。ママが作るものなら何でもいいよみたいな感じで店を繁盛させるのは、ちらし寿司屋というフィールドで戦う以上違う気がするんですよね。スナックとかそういう接客主体のお店ならわかるんですけどね。私の店はあくまで主役はちらし寿司なので、人脈じゃなくちらし寿司の力で流行らせ。なるほどな。雪らしいな。そうですか。ああ、天然で抜けているように見えて、実はきちんとポリシーや熱意を持っていて流されない。お前らしい考えだと思うぜ。フォー社員だって10年以上もトップをキープするには、時代の流れに乗ることもそうだが、乗らずに流されないことも大事だったはずだ。それができたからナンバーワンで居続けられた。ユキには経営者に必要な。そうですか。その怪しい笑い方も相変わらずだな。まあでも結果として全然流行ってないのは事実ですからね。毎日ゆきさんは毎日忙しくて大変みたいですよとか。だって新たな挑戦をしてくるわとか短歌切って出て行ったのに、めちゃくちゃ暇してるなんてかっこつか。変に心配かけてもあれだし、客がいないなんて言ったら小雪ちゃん毎日通ってくれちゃいそうだし。まあ確かにな。小雪はユキのことが大好きだからな。今も昔もそこは変わってなかったぜ。嬉しいな。こうやって新しいことにトライできるのも、小雪ちゃんっていう信頼できる後輩がいたからですからね。感謝してます。でも小雪ちゃんは頑張り屋さんだから、頑張りすぎて倒れない。ああ、それなんだが、なん、え、そろそろオープン初日を迎えるらしいんだが、小雪が一人で奮闘してるみたいだが、
新店舗はそこそこ広さもある。客が押し寄せる初日をうまくさばけるか、はあ、少し心配だな。あいつ自身も体調があまり良くないみたいだし。そうなんですか。言ってくれればいくらでも手伝うのに。あいつはいつで心配かけたくないんだろう。それにユキさんは忙しいから足を引っ張らないようにしたいんだと。マジで本当に全然忙しくないのに。私が見え張ったせいですね。悪いことし、桐生さん、私小雪ちゃんを助けに行ったらダメですか。小雪が助けに来たお前をうざいと思う子かどうか、その答えを一番よく知っているのはお前だと思うぜ。キリュウさん、そうですね。水臭いのはなし。困った時にはいつでも助けに行く。だって小雪ちゃんは私の大事な仲間ですもん。私準備してカムロ町に行ってみます。キリュウさんも。わかった。よし、久々におばさん頑張っちゃうぞ。